ディアブロは、イタリアの自動車メーカー、ランボルギーニが1990年から2001年まで製造していたニシーターのクーペ型乗用車である。社名のディアブロの意味は、悪魔。伝説の闘牛の名前から取られた。ディアブロは、世界中で大ヒットを博した1970年から1980年代の名車、カウンタックの後継車種でもある。 空気抵抗を意識した低い車高とシザードアといったカウンタックの特徴を踏襲した。初期のモデルはカウンタック同様にリトラクタブルヘッドライトを採用したが、終日ヘッドライト点灯を義務付きにした国、地域が出たため、1999年のフェイスリフトで日産フェアレディ Z と同形式の転送性の部品を流用し固定式ヘッドライトとなった。この仕様は、 もともと日本のユーザーが私的な改造として言っていたものであり、それを見たランボルギーニの関係者によって正式採用された。なお、ヘッドライトユニットの日産のロゴはライト上部につけられた眉毛のようなカバーで隠されている。搭載エンジンについて、前期のモデルは 5709ccv12、人 DOHC48 バルブであり、 アウンシフォンとなった後期のモデルは 5992cc に拡大された。そのエンジンをミッドシップに縦置きするが、通常と逆に出力軸を前方とし、トランスミッションに接続、そこから動力を後方に折り返し、ドライブシャフトでデフに接続、誤射軸を駆動するというカウンタックと同様のコンパクト化手法で配置されている。 ホイールベース長は 2650mm カウンタックの最終モデルである25スアニバーサリーに比べ 150mm 延長され居住性の向上が図られたフレームはカウンタック同様のマルチチューブラーフレームであるが断面形状がカウンタックの丸断面に対し角断面に変更されたリアサスペンションの開発に難航しサンドロムナーリが テストドライバーとして協力した。初期型はメーターパネルが高くそびえる形で作られており、前方視界を遮る形となっていた。このため改造するチューナーが次々に現れたため、後にメーターの配列やサイズを変更し、メーターパネル自体を低くして視界確保を改善する改良を実施している。ボディデザインは、 マルチェロ・ガンディーニによる P132 プロトタイプに基づくが、当時ランボルギーニを所有していたクライスラーのデザイナーによって、空力や開口部の安全面で細部の角を落とし滑らかにする修正が加えられたため、デザイナーとしての名前を出すかどうか揉めたが、細部を修正することは契約に含まれているという理由で、ガンディーニも了承したという。ランボルギーニ社を所有する親会社が、 クライスラーからメガテック、V パワー、アウディと次々に変わっていった厳しい経営状態においてディアブロは唯一の市販車種としてその経営を支え続けた。親会社がアウディになってからは後継車種のプロトタイプは採用せずにレース用車両で培った技術を市販モデルにフィードバックしつつ延命させ正式な後継車種につながる改良を続けた。 ディアブロ VTSE30 ディアブロ SE30SV ディアブロ SVGT6.0VT ラリーカイチセーフティカーイオタイス VRGT1GT2 ディアブロ GT2 エボリツオネ GTRJGT-1 当初は闘牛とは無関係にディアブロと名付けるつもりだったが後に調べたところ偶然にも闘牛の名前に同じものがあったことが発表前に明らかになったという またこの名前については、原理主義的なキリスト教関係者から反発の声が上がったという。多少珍しいが、他社等に類例が皆無の特殊な方式というわけでもない。レーシングカー設計者、レンテリー設計のスポーツカー、LT24、2003年以降の本ダの SX の GT500 仕様が、順序は少し違うが、同様の配置である。ディアブロ6.0。 ランボルギーニネコ、パブリッシング、ロッソスーパーアカーインデックス、2003年、80ページ。ディアブロ 6.0SE、ディアブロネコパブリッシング、サプルカーアーカイブス、2009年、68から73ページ。レーシングディアブロ、ランボルギーニネコ、パブリッシング、ロッソスーパーアカーインデックス、2003年、95ページ。トップ10回1セーフティーカーズ。 カーキーズ、2018年12月16日閲覧。ランボルギーニダイヤブロ SEJ、ノリタケ1994、ランボルギーニプロトタイプ、コンプリートファイルネコパブリッシング、ネコムック、2014年、152から153ページ。バックナンバーランボルギーニディアブロホタピー02。カーグラフィック TV、BS 朝日、2018年10月8日閲覧。 ディアブロ GT-1 ジャロック2018年11月5日閲覧1台の未製造された行動モデルランボルギーニディアブロ GT-1 ストラダーレカーニーマガジン2018年5月5日閲覧マークスマイヤーズディアブロ GT2 lambocars.com 2018年10月15日閲覧マークスマイヤーズディアブロ GT2 lambocars.com 2018年10月15日閲覧マークス・マイヤーズ・ディアブロ・ GT-R lambocars.com 2018年11月7日閲覧ランボルギーニ・ディアブロ・ GT-RS2000 ジート・プラネット2018年12月21日閲覧ディアブロ・ JGT-1 ジャロック2018年11月5日閲覧ありがとうございます。